おはようございます。鈴木アザラシです。今日はミューズ3年生限定勧誘の方を弾いていきたいと思います。前回新規のニコちゃん狙って33連するやつをあげたんですけど、結局あれから何連回したか数えてないですけど、石だけで考えたら合計で1,300、400個分ぐらい回したような気がします。ニコちゃんは出ませんでした。その影響でしばらくへこんでたんですけど、とりあえず11連チケットが2枚あるので、それで3年生限定勧誘22連やっていきたいと思います。ハンター楽器編が欲しくて、あとユニット的にはスマイルが欲しいところなんですけども、あえてクールを弾いていきたいと思います。はい、これで22連だけやります。ちょっと本当に新規ニコちゃんの件で、前のニコちゃん限定勧誘の時よりも相当深い傷をね負ったんですけども、気を取り直して頑張っていきたいと思います。はい、早速弾いていきます。じゃあ11連1回目、あれ？あ、いいんだ。はい、お願いします。シーサーアールが出てたのかな。てか本当にもう前の件もあるね、全然期待してないっていう状況で、あ、エリチですね。あのクールの限定会議を引くと絶対にこのエリチを引くっていう都市伝説が個人的にあります。はい、シーサーアール1枚ですね。シーサーアール怪しい、これだけかな。あ、そうですね。はい、というわけでラスト11年、もうねさっさと引いてしまいたいんです。若干新規ニコちゃん出なかったのは今でも引きずってるところがあります。 CSR が2枚ぐらい出てたのかな。あ、ニコちゃん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 、ノンタン、なんか最初に SR ノンタンが出てたような、ちょっと反応できなかった。SSR のニコちゃんが1枚と楽器編ね、ノンタンがね1枚、これは持ってないです。 SR がニコちゃんかな、3枚とシャーレモンタンが1枚ですね。もう本当に自分の運に期待しなくなってきて、ちょっとあっさり終わらせてしまったんですけども、SSR が3人1枚ずつ出ましたね。ニコちゃんのね、CSR だったら数枚多分持ってるんですけど、嬉しいですね。はい、というわけで、まあ UR は出ませんでしたっていうことで、
本当にね、最近へこんでたんですけどね、その脱皮編の件でね、まあ心折れずに頑張っていきたいなって思います。はい、というわけで今日はもうこの辺にします。ありがとうございました。